はい、皆さんどうもこんにちは、秀政です。今回ね、これを買ってきましたよ。何を買ってきたかと言いますと、これです。マクドナルド。はい、今ね、マクドナルドでね、平成バーガー大復活っていう期間限定でね、平成時代に発売されてたハンバーガー、これが今復活してるということでね、これを買ってまいりました。うん、このまあ平成時代というか、まあ主にね、20代、30代、40代の平成を、過ごしてきたんですけども、その時にね、まあ食べていたというか、まあマクドナルドを好きでね、まあちょこちょこは買ってたんですけど、まあ今回ね、これ5月の31日から、期間限定でね、発売になったということでね、3種類出てます。ジューシーチキンブラックペッパー、それと卵ダブルと焙煎ごまエビフィレオということでね、3種類のハンバーガーが今発売になってるんですけども、これは、チキンブラックペッパーダブル、卵ダブル、エビフィレオっていう、バーガーですね。うん、それの3種類ということで、今回ね購入してきたのが、これになります。ちょっとね、これから取り出してみますね。はい、これです。ジューシーチキンブラックペッパー、はい、これと、2種類買ってみました。この焙煎ごまエビ、フィレオですね。はい、これ1つずつ買ってみました。こちらが単品450円、ほんでこちらのブラックペッパーが440円ということになってますね。はい、それに、やっぱりねこれは外せないでしょポテトもね、またこれ別に、買いました。はい、このフライドポテト、マックフライポテトですね。はい、これにあと、これをマックシェイクですね。はい、マックシェイク、はい、これもね、マックシェイクも好きなんで、これをね、ちょっとこのデザインが可愛いですね。うん、マックシェイクもちょっと買ってみました。はい、ということで、まず、そうですね、ちょっとこのジューシーチキンブラックペッパー、これをちょっと開けてみたいと思います。はい、このような、感じですね。はい、おお、こうね、ブラックペッパーのチキンが中にドカーンと大きく入っております。これはなかなか美味しそうですね。はい、で、もう一つのね、焙煎ごまエビフィレオ、こちらの方もねちょっと見ていただこうと思います。焙煎ごまエビフィレオはこんな感じになってます。はい、中にねこれエビのねあのフィレオ入ってますね。はい、焙煎ごまということで、こちらも非常に美味しそうです。はい、ということで、こちらのね、ジューシーチキンブラックペッパー、これをちょっと味わってみたいと思います。はい、ジューシーチキン、はい、じゃあいただいてみます。うん、あのブラックペッパーがめっちゃついてて、うん、中のチキンとねこのレタスのシャクシャク感、この辺が相まってね、うまいですわこれ。うん、うわ、美味しいな。これなんか平成時代に食べてたハンバーガー思い出しますね、これは。うん、うまい。うん、復活ということでね、あの平成の時のハンバーガーが令和の、今令和5年ですけど、うん、令和にも食べれるということでね、これ美味しいです。うん。まあこれも期間限定なんでね、今しか多分食べれないとは思うんですけども、うん、これ、うん、マックシェイクですね。まあ、これを飲みながらでもいいですし、まあ、こういうハンバーガーにビールとかもね合うと思うんですよね。まあ、そういうので、アルコールと一緒にね、食べていただいてもいいのではないかと思います。はい、ポテトマックのフライポテトですね。マックフライポテトいただきます。うん、このフライポテトも美味しいですね、これ。うん、あのこれもビールのあてとかにねバッチリ合う、あのメニューっていうかになってますね。うん、美味しいです。
で、この、3種類はね、まあ、期間限定ということなんですけども、まああの、まあ、僕なんかもう50超えてるんですけど、まあ、若い頃にね、だってハンバーガーを、まあ、食べておられた、 今でもまあ食べてますけど、やっぱりあの食べる機会はだいぶ減りましたね、ハンバーガーを。まあ、この若い頃は結構ハンバーガー好きで食べておりましたけども、まああのこう値段が上がったり下がったりその時のね、状況というかで、そういうこともあったとは思うんですけども、これあのお得なのはあのセットですね、うん、ジューシーチキンブラックペッパーセットとかいろいろあります。まあ、740円ぐらいからとかね、そういうのも選べるようにもなってますね。うん、この平成バーガーなかなかいいと思います。はい、まあ、令和生まれの方はまだ、4歳5歳、一番ねあの令和元年に生まれた方でもまだ お子様だと思うんですけども、まあ ほとんどの方が平成、昭和か平成かっていうところだと思うんですけど、こういうハンバーガーをね食べていただいて、うん、当時を思い出していただければ、すごく僕も嬉しいです。はい、ということでね、今回は、このハンバーガーを買ってきましたということでね、平成バーガー、あと3種類、これ2種類は、買いましたんで、あと1種類ですね、それもまたこの販売中ですね、卵ダブル、うん、これもまた、後からね買って食べてみたいなというふうに思います。はい、まあ、今回はこの食べてみたかった2種類ですね、はい、焙煎ごまエビフィレオと、ジューシーチキンブラックペッパーということで、2種類ね買ってまいりました。はい、今からねこの2つをゆっくりいただきながら、このポテトをいただきながらマックシェイクという、マクドナルドフルコースで、はい、この後ねちょっといただいていこうと思います。はい、ということで皆様どうもご視聴ありがとうございました。はい、まあお酒ね今回はちょっと飲んでおりませんけども、たまにはねお酒抜きで、うん、こういう食のね、ご紹介とか、うん、ハンバーガーとか、まあ、そういうの好きですので、またこういう形でね、ご紹介とか、うん、していければいいなというふうにも思っております。はい、それではこれで失礼いたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。